クソは、当朝の、第十代皇帝。当初の意味名は、次のぼるであったが、後に、春、と次々と改名を繰り返し、即位時は、トールであった。聖母の養子は、陽ウトールのヤシ子娘。元僧の三男として生まれる。長兄の理想が創生し、皇太子である時系の理営が、改元25年に、竹慶平により廃位されると、その翌年皇太子に立てられた。 天保三歳には、トールとイミ名を改めている。天保十四歳十一月に、安氏の乱が勃発すると、翌年長安に反乱軍が迫ったことを受け、元僧と共に長安を脱出した。馬海で兵士らによる反乱が発生、よーくただ一族の粛清が行われると、元僧は職へ避難し、李ルらは安独山らに対抗すべく、北伐を行った。討伐軍は、 公典を経て、1日片接土市の駐屯所である、霊部に到着、7月に側近である関官,官の利報告の権限を入れ、自ら皇帝に即位、取得と改言した。これは、父の元宗の事前の了承を得た即位ではなかったが、元宗は、この即位を自後承諾せざるを得ず、自らは、上皇となった。即位後は、各市議の軍を中心に、開骨の延平を加えて、 体制を整えると、祝生は、法省に申請し、反撃に転じた。使と国際に、面倒を見た、異母帝の英王梨が、様子で勝手に軍勢を動かす行為をしたので、激怒した祝生は、父の幻想のもとに参上することを命じたが、英王は、兄の命に従わなかった。祝生は、後世再奉仕の候補と公的に命じて、討伐させた。祝生は、 候補に、栄王を捕虜とした際に、自分のもとに護送することを命じたが、候補は、独断で、栄王を斬殺した。同年に、安独山が、自らの息子やスケーに殺されると、各市議や宿相の長男の公平を売り始めと次男の、越王利係らの活躍により、長安や落葉を奪還。宿相は10月、玄相は、同12月にそれぞれ長安に帰還した。しかし、 安慶書や氏名らの残存勢力はなおも存在しており、東軍と安史軍の膠着状態が継続した。権限元年、縮層は第五を塩鉄師として塩の潜媒性を導入、財政の健全化と国家体制の強化を計画したが、調整の実験は、皇后長子やリ保国をはじめとする官官たちに掌握されており、自らの政治力を発揮することはできなかった。 その後、李保国は超皇后と主導権をめぐる清掃を引き起こし、両者に不都合な三男の権利を利用、謀反計画を名目に自殺に追い込むなどの事件も発生し、この頃から縮層は病床につくことが多くなった。法王元年4月、元宗が死去した13日後に、安氏の乱の終結を見ることもできないまま、縮層も52歳で死去した。縮層が、 漢岸に擁立された事実は、以後の盗聴皇帝の擁立に漢岸が,が関与する、慣例を生んだと言われている。備考、高来施設用によると、高来体操王剣の祖父を御門立ては、祝層の諸子とする。ありがとうございます。